回は1つのカメラローの設定から同じ設定を他のクリップに適用したい場合の方法について見ていきたいと思います。自分が知りうる上で3つあるんですけれども、1回カメラローをね開いて、じゃあこれを現像してみましょうか。適当にクリップ709のエクステンディッドビデオ 6500K にして露出 0.5 ぐらい、サイド 1.5、あとミッドポイントロールオフ、ライトロールオフちょっと下げて、まあ、このような仮に、現像したとして、でまず一つ目の方法なんですけれども、この現像のカメラローの設定を他のクリップに適用したい場合は、好きなクリップをコマンドで連続選択するか、もしくはシフトをしながら一気に連続選択するか でこの状態で目的のクリップのサムネイルの上でマウスの中ボタンをちょんとクリックすると他に適用されます、はい、もう一つの方法はメモリーとロードっていうのを使うんですけれども、このカラーページのメモリー A に保存、もしくはショートカットではオプションプラス1、これ8個までメモリーできるんですけれども、とりあえず今はメモリー A に保存しています。で、この今カメラローの、ね、設定もメモリーに保存されましたので、他のクリップを選択してもう一度カラーからメモリー、今度はメモリー A をロード、今度はコマンド1ですね、これを押します。そうすると同じように他のクリップにロー設定が適用されます。これが2つ目の方法で、最後の方法なんですけれども、これが結構意外と知られていないんですが、このエディットページに行ってもらって、現像済みのクリップを選択してコマンド C でコピーします。で他のクリップを選択してオプション V、 コマンド V じゃなくてオプション V で属性をペーストのウィンドウを開いて、このカラーコレクションっていうところにチェックを入れます。それで適用を押すと、同じようにですねカラーページに戻ってもらうと、こう無事にカメラローが適用されているんですね。これ意外と知らない方が多いんですけれども、まあ、この3つの方法いずれかで簡単にカメラローの設定を他のクリップにも適用できますので、自分のスタイルに合ったやり方でやってみてください。今回のチュートリアルは以上になります。